はい、それではね、東扇島に来てるんで、今からね、その駐車場というかね、港に行ってね、今からバック練習をしたいと思います。それでは行ってみよう。よし、本日もよろしくお願いします。まあ、東扇島ね、神奈川来た人やったら、ここの光景は知ってるんじゃないでしょうか。よいしょ。今日はね、ちょっとあいにくのね、ちょっとあの、曇りで、ちょっと雨がね、パラパラと降ってるんですよね。うん。で、ここ左折しなきゃね、よくなんかこう、ほら、なんか止まったりとかしてる時があるからね、こう、探り持てね、こうやってなんか止まってないかなーって見てね、これやっぱ止まってるでしょ？トラックが止まってるんですよ。よいしょ。横は海ですね。よいしょ。このアングルで、動画とか初めてちゃいますかね、もしかしたら。このアングルっていうのはね、やっぱ一人じゃできないアングルなんでね、これは。うん、よいしょ。今日もなんかあのトラックがこういったんです。トラックが2台3台ほどちょっといてますけど、しかもトレーラーが3台いてますね。今日俺ツイッターでここで練習昼からするって入れてるから、もしかしたら、もしかして見に来た人がおるかもしれへんね。よいしょ。まあ、寝てる人もおるからね、ちょっとなるべくね、こっちの遠い方でね、ちょっとあのやっていきたいと思います。まあ、とりあえずね、まあ、目の前にこの線がね、こう黄色いのあるんやけど、まあ1本2本であるけど、まあ、まあ、ここにしようか。ここにまあとりあえず右バックで入れる感じでね、行きましょうか。軽く、まあ、これでまあ折れ角っていうか、まあちょっと作っといて、うちの会社で一応基本ミラーバックダメなんで、一応窓から顔を出す手でやります。で、角度つけといて自然に下がっていきます。こんな感じ で、 ちょっとほぐしていくみたいな。角度がきついなと思ったらこうやってたら勝手に折れていくから、こんな感じで、でこうちょっと戻していくみたいな。で、最後だけちょっとヘッドの後輪をちょっと内に入れる感じでね、ヘッドの方にするので、最後は頭をちょっと立てる。これで OK で、まあこれでまああの右の線にね、まあ見えるか分からへんけど、まあバックしたらまあこんな感じでね、あの右の線にこう綺麗に揃ってるって感じですかね。はい。まあ、今みたいな感じでね、スーッとハンドルさばきをね、慣れてきたらゆっくりできるようになるんで。はい。はい、それではね、ついでなんで次、あの、左バックを、やってみたいと思います。ほんで、一応左のミラー、こっちのサイドミラー、アンダーミラー、丸ミラーで3つあるんですけど、そのミラーと、このモニター、後ろのバックモニターですね。こいつを使ってですね、左バックの方をね、やっていきたいと思います。はい。まあ、とりあえず今、ここから出ます。で、また同じところにね、また左バックするんですけど、一旦箱を横に真横にします。よいしょ。まあ向きを変えるというか、よいしょ。あ、お茶がコロンコロンコロンと転がってる。これ向きを変えてね、まあ、真っ直ぐの状態にしますね。まあ、これ今あの箱とヘッドがまあこれ真っ直ぐなんですね。ちょっと待ってね、これ真っ直ぐするね。これ真っ直ぐなんですよ、ね、でここから真っ直ぐしてバック入れるんやけど、こっからね、左バックの形を作ると一工程多いんですよ。もったいないんですよね。だからその一工程多いんで、もう先に折っとくんですよね。だから右にちょっと切って、でちょっと左にこうぐにゃっと軽く浅くね、距離が遠い場合はあの角度は浅く持っていきます。ほんでここにあの線見えてるかな、1本2本ってあるんやけど、この奥の方のこっちの線を狙います。はい。で、まあ、このバックギアも有効したら、これが右の角、これが左の角になるんで、この右の角をここの線に持っていくかなんで狙っていきます。で、初めは緩い自然な角で、角でね、こうガーッと折れていくんだな。左側に見て持ってたら分かる。折れていってんの分かるかな。で、だん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 こう近づけていくっていうね、こう。ね、
左のミラーとこのバックミラーのモニターのね、この右の角が近づいていったでしょ。うん、このね、ちょっとね、赤の線がね、超えるぐらいの方がいいんですよ。右のね、まあ、バックモニター、この辺、こんな感じで、こんな感じ。ちょっと超えるぐらいで。うん、この辺がもう起こしていくんですよ、頭。ちょっとずつ。この折れ角見ながらやけど、左のあの折れ角見ながら。だんだん。ここの赤のこの角を、ここに揃える感じですね。こっちに揃わしといて、こっちから徐々にこう内に寄せていく。で、ここに来るまでには頭をまっすぐ起こすっていうのが、理想ですね。こうやって頭を起こしていく。左のミラー見ててもだんだんまっすぐなっていくんですね。こうやって起こしていくんですね。こうやって。こんな感じ。よいしょ。軽い修正は入れましたけど、今一瞬。でまあこんな感じで、まあ右のラインがこう来て、右の線に対してね、まっすぐなるっていう、まあ左バックの見方と狙い方、まああんな感じでね。あと次直進バックもやっていきましょうか。あ、カウントワップすぎた。次直進バックいきますか。ここのミラー取れます？今ちょっと右の線離れてますよね。これを修正しながら、寄せながら、後ろに下がっていきます。ちょっと本当はこうやって 見ながらするんですけど、カメラここから撮ってるんで、ちょっと今日だけちょっとミラーバックします。まずちょっと右に寄せたいんで、ちょっと左に切ります。傾くよね。傾いたらもうこれでもうハンドル戻すんです。戻す。これでもう斜めになったんですよ、角度。で、このまま下がっていったらいいんですよ、まっすぐ。ほら。だんだん、ほら、左の、なんていう、後輪が線に近づいていってるの分かるかな。うん。こんな感じで、まず左のシャーシの後輪を近づけていく。見えてますかね。まあ、後で僕の編集でドアップにしますけど。ね。だんだんシャーシの後輪があえて近づいていってるでしょ。うん。ほんなら、ここでもうこのぐらいになった時に、次やらなあかんことは、ヘッドの後輪あるでしょ。ヘッドの後輪が、言うたら、線よりだいぶ離れてるんで、ここでヘッドの後輪をね、入れてあげるんですよ。こっちにポンと突き出してあげると、このヘッドの後輪を、ここに、ポンと、こっちに、グッと、出す。肩を出すっていうね。で、肩をこの線のところに来るときに、こう、スッとこう前に返す。こうやって、こんな感じで。よいしょ。ゆっくりやったら逆にやりにくいな。まあこんな感じでまあ寄せていくっていうね。分かったかな。で、直進バックまっすぐね、ずっとちょっと後ろまで下がりますね。ハンドルさばきっていうのはまっすぐ下がっていきますね。ちょっとアクセル踏み持ってね、あんまぐにゃぐにゃしない。こうでしょ。もうバックギア入れるぞ。で、まあ、こんな感じでね、ずーっとアクセル踏んでて、ちょっと向き変わってきたら、こうやって修正するんですよ、左に。こうやってこんな感じで。これでいいんですよ。こうやって修正しもって、こうやって。これでまっすぐ下がれてるんですよ、こうやって。修正しながら、歪んだらこうやって修正するんで。こんなぐらいですよ、俺切ってんのって。これまっすぐ下がる。これ直進バック。まあ、素人さんって結構グネグネ切りまくってるから、おかしくなるから。で、右バックももう一回やるけど、右に折ってって、左に角度こう作って、初めにこの右につけたい目標を見て、軽くこう角度をつけるんですよ。右に折れ角をね。ほんでバック入れて、まあ、こうやって下がっていく。ちょピーピー言うてるからマーカーつけますわ。では、まあ、基本はこうやって窓からこうやって顔を出して、こうやって見るっていうことね、こうやって。具体的にはこんな感じで手さばきが、ほとんど触れへんっていう感じで。で、こうやってずーっと返していく。笑ってるわ。はい、ということでね、今日はね、右バック、左バック、直進バック、ちょっと簡単なあれですけど、まあ、初めてね、僕ちょっと白黒とモザイク使ってやってみたんですけど、また参考になればいいかなと思います。とりあえず、まあ、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またね、この動画が好評やったら、またこんな感じでね、また後日部門を分けてね、
右バック、左バックとか解説していきますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。